はいどうも、激辛マニアユッキーです。今回はですね、セブンイレブンで、発売されました、ペヤングのね、激辛の超大盛りを、買ってまいりました。ので、食べていきたいと思います。まあ、ペヤングの激辛はね、まあ、非常に俺は好きなんですけど、まあ、超大盛りが出た。ということで、つい最近かな？出たのかな？多分最近だと思うんですけど、出たんで、食べていきたいと思います。よいしょと。では、激辛ソースを、ビャーっと。まあ、ペヤングのね、超大盛りはね、まあ何度か食べたことはあるんですけど、普通のやつはね、普通の味のやつは食べたことあるんですけど、なんだかんだ言って飽きるんだよね。飽きるんで。まあ、でも、量的に考えれば結構安いんですよね。値段が、これが多分250円ぐらいだったかな。で、買えるんで。割と安いんで。割と、量で考えれば結構コスパはいい。これと、まあ、ペヤング超大盛りと、やっぱ超大盛りだけだと、あれなんで、まあ、ご飯とかね。ご飯で買って、まあ、ほら、セブンイレブンとかでよく売ってる、まあ、佐藤のご飯的なやつ。あれが100円ぐらいで売ってるんで、あれをよく買ってた覚えがあります。よし、こんなもんでしょうかね。そして、ビール。じゃあね、これ第3のビールか。ビールというか第3のビールですね。いただきまーす。では、いただきまーす。あ、久しぶりに食った。今深夜の3時ぐらいなんですけど、無性に腹が減ってしまって、寝れなかったんで、ちょっとね、セブンイレブンまで買いに行ってきました。うめえな、やっぱり。うま。この、しびれる辛さ。これだよね。激辛の名に恥じないこの辛さね。あ、うまっ。うめえ。しかもカレー。いや、辛い。久しぶりに食ったけど、やっぱ辛いっすね、これも。あ、カレー。舌がしびれる。特にね、ビールとか、炭酸系を。一緒に飲むと、かなり、きますね。ああ。これビール飲むんじゃなかった。まあなんか、このペヤングの激辛の超大盛りは、セブンイレブンが先行販売らしいんで、
今現在は、セブンイレブンしか売ってないんで、うん、他のローソンとか行ったんだけど、売ってなかったね。ああ。まあ、後に、ああ、カレー。後に、販売されることになるかもしれないですけどね。うん。ああ、でもやっぱうめえな。まあでも超大盛りって言っても、普通のやつの、2倍ですからね。多分2倍。だと思うんだけど。あー辛っ。あーやっぱ辛いわ。ビールなんて飲むんじゃなかった。余計辛いわ。この比類なき辛さね。辛いんだけど、やっぱうまいっていう、あれの、ギリギリの辛さっていうかな。もうこれ以上、辛くなっちゃうと、もう、あれですね。やばいですね。さすがに、うん。これは本当に、美味しい。うまい。ギリギリのラインを攻めてくる。たまにこの食いたくなる辛さ、あー鼻水が出る。本当に、ビール飲むんじゃなかった。皆さんもね、これ食べるときは、ビールとか、あと、炭酸とか、あと水。水ですね。水とか飲まない方がいいです。余計辛くなるからね。本当に。ああ。
もうなんか、胃がなんか、胃が荒れてる。汗だくです。食った。ごちそうさまでした。辛さ度数は90ぐらいかな。ということで、それではお疲れさんです。